はい、どんちゃー、ササヤンです。本日もニュースをつついていきましょう。今日前半の話題は、立憲の小西議員がとうとうスラップ訴訟を YouTuber にちらつかせまして、朝から大炎上しておりましたので、その辺がっつり削りに行くのと、後半はこの春立候補予定の共産党のとある女性が自分の応援にアンパンマンを使用しまして、おいおい憲法を守れと言ってるやつがですね、著作権すら守れないのかと笑いが止まらんポンコツ話をお伝えしようと思います。僕の喋りを聞いて目につくのがいいねと思った方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。それでは早速、まずは小西議員がアレな話題から、今朝のツイッターにですね、小西博之、それからですね、スラップ訴訟のこの二つがですね、ずーっとトレンド入りをしておりまして、何事かと思いましたらですね、昨晩彼こんなツイートをしておりまして、顧問弁護士と相談し、放送法の解釈をめぐる問題で、事実の曲解などによる誹謗中傷等を行っている YouTube 等や、その拡散コメントに法的措置を取ります。再生回数を稼ぐための悪質な違法行為という訴えも検討します。これまで私の名誉毀損の訴えは全て勝訴しています。速やかな削除や改善を求めますと。それから、放送の言論報道の自由を奪還するための国会議員としての信念の取り組みにおいて、ネット上などの違法な誹謗中傷に動じることは一切ありませんが、こうした悪霊を放置することは社会的に良くないという判断もいたしました。法的処置は刑事、民事の双方を行いますとかなんとか言ってまして、ただこの人ですね、ちょうど1週間前にもですね、本件私への攻撃が組織的なものと指摘があり、脱皮事件と同じく違法性を検証していますとですね、すでに前から訴訟をちらつかせておりまして、ほんとケツ穴確定な政治家だなと、あ、違ったごめんなさい、ケツの穴が小さい政治家だなっていう風に僕は思っているわけでございますが、で、このように国会議員が訴訟を簡単にちらつかせることがいかに言論弾圧でいかにスラップ訴訟をめいているか、それがよくわかる記事をですね、これから一本紹介します。弁護士 .com より見出しがですね、ツイート投稿者をいきなり提訴した世耕議員を裁判所が批判、名誉毀損訴訟が異例の和解ということで、本文を抜粋して読んでいきましょう。自民党の世耕参議院議員に関するツイートをめぐり、名誉毀損で訴えられた青山学院大学の中野正弘教授が反訴していた訴訟が3月17日東京地裁で和解が成立した。中野教授のツイートは、世耕氏について原理研究会括弧旧統一教会出身だそうですね、などの内容で投稿されていた。まあ世耕議員からすればですね、統一教会の信者でも何でもないのに出身者と言われたら、さすがに黙っちゃいられんわーということですね、法的処置に出たんでしょうけれども、で、和解条項で東京地裁は、公人の政治的姿勢、言動等に関しては、国民の自由な論評、批判が十分に保障されなければならないと指摘。その上で、世耕氏側が事前の削除要請、交渉もなく訴訟を提起するという方法を取ったことについて、公人に対する言論を萎縮させる恐れがあるものと、被告に受け止められ、反訴が提起されるに至ったことは、裁判所並びに原告及び被告にとって遺憾と表明した。はいはい、ストップ、ストップです。今の話を小西議員に100遍くらい聞かせてやりたいと。もう一度ね、これ重要なポイントをね、事前の削除要請、交渉もなく訴訟を提起するという方法を取ったことについて、公人に対する言論を萎縮させる恐れがあるものということでございまして、今のコメントは弁護士の発言じゃなくて裁判官のコメントですから、マジで耳の穴かっぽじってよく聞いておくんなさいましと。で、反訴状によると、世耕氏側は原理研究会への所属を否定し、統一教会は反社会的な団体であるとの印象を抱くものが少なくないことから、社会的評価を低下させるものと主張、損害賠償150万円のほか、記事削除や謝罪文掲載を求めていた。一方、中野教授側は、そもそも自民党の有力な支持母体だから社会的評価を下げず、もし評価が下がったとしても真実性、真実相当性が働くとして反論、批判したものを黙らせる目的のスラップ訴訟だとしていた。はいはい、いただきました。スラップ訴訟、スラップ訴訟というのは、大企業や立場が優越的な人がですね、政府や企業の対応を批判したものに対し、恫喝、発言封じの手段として、提起する訴訟で、まさに今の小西議員そのものじゃないのって感じでね、もう笑っちゃうしかないんですけれども、と。で、弁護団と会見した中野教授は、言論封鎖させないために何が必要かを考え、和解案でも形として残ればその足がかりになるではないかと強調した。今回裁判所が公人による安易なテイストに苦言を呈した格好となったことについて、中野教授は、弱い者を解放する反スラップ訴訟法がない日本で裁判所側が配慮してくれたと安堵の表情で語った。いやー、ほんとそうですよね。反スラップ訴訟法がないこの日本で、国会議員が一般庶民にスラップ訴訟をちらつかせるなんて言語道断。明らかに異常ですよ。そんな男が報道の自由を守れだって。は？
どの口で言ってんだよと僕は呆れておりますけれども、で中野教授の弁護団もこの和解条項は公表を前提としたものだということも意味は大きい、スラップ訴訟は許されないんだという公人を思いとどまらせる教訓に残ってほしいと評価した。おしまいということで、この記事長文につきところどころすっ飛ばしております。全文知りたい方は概要欄のリンクからご覧くださいと。で小西議員はですね、この青学の中野教授と対談することを今すぐお勧めいたします。中野教授はツイッターを見る限りですね、自民党と統一教会が大嫌いな方なようなのでねおそらく話の馬がね合うと思いますので、一度中野教授と対談してね、公職につく人間が、国会議員がですよ、庶民に対して訴訟を起こすことは、あるいは訴訟をちらつかせることはやって良いのかどうかという部分でじっくり話したら良いと思います。もちろん明らかに嘘だとかで間違いがあるのであれば、最終的には裁判すれば良いと思いますけどね。まあただどうでしょうかね、小西議員的には第二の脱皮とでも思ってやってんのかもしれませんけども、僕はこれ突っ込んでいくとですね、十中八九第二の暇空茜氏が生まれると思います。つうか、むしろそれ狙いでやり出す YouTuber だとかインフルエンサーが出てくるかもしれませんよね。コラボと対峙してる暇空氏が今クラファンで8000万円ほどね、寄付を集めてるでしょ。ですから小西議員と対峙したら、まあね、訴えられた側のね、その人物だとか性格にもよるでしょうけれども、どうでしょうかね、下手すると1億円くらいいっちゃいそうですよね。逆にお金が集まりすぎてスラップ訴訟長者なんてね、変な現象は起きちゃうかもしれませんし、 YouTuber でしたらですね、ターゲットにされた時点でチャンネル登録は増えるでしょうし、動画の再生もうなぎ登りということでね、保守系 YouTuber として確固たる地位を築けるかと思います。なので今売り出し中の政治系 YouTuber、 マジでワンチャンありかもしれませんってね、僕は別にこれ促してるわけじゃないんですけども、ちなみに僕はそんな過激なことを狙ってるわけではないのでね、訴訟もされたくありませんが、ただもしそうなった場合も反撃に出ざるを得ませんのでね、セブンナイツでも雇おうかしらとって冗談は横に置き、マジで一回小西議員は中野教授と対談して頭を冷静にすることを強く強くお勧めします。さてこれ関連で今日はもう一つぶり返し発言がさも大事のように騒がれておりまして、今日はですね、立憲の石橋通宏議員が行政文書について捏造はなかった、総務省が国会に報告したといったニュースが流れておりましてね、ネットがかなりざわついたんですけども、もしこれが今日新たな証言としてですね、国会に報告されたのであれば、へえ、じゃあその報告した人はどこの誰で、それはどんな文書で報告されたのか、あるいは国会で答弁がなされたのか、いずれにせよ記録が残ってると思うので、それを待っていたんですが、今日の夕方6時になってもですね、誰がそういう発言をしたのか出てきておりません。でこれおそらくなんですけども、石橋議員の話よーく聞くとですね、総務省関係者に捏造といったものは誰もいなかった、だから捏造はなかったという自分なりの解釈で、ただ単に先週の国会でですね、総務省の今川官房長がですね、捏造についての認識をこの3人の方に改めて確認したところ、3人ともそのような認識はないとのことでございました。この話をですね、再度言い直しただけなのかなと。もしそうなのであればですね、これ後半の話全カットしてるだけなんでね、切り取り印象操作の類なので、本当にこんなニュース流して大丈夫なのかと。今川官房長はですね、この後間髪入れずにですね、大臣レクは記憶にない、あったとは思わないとの発言もあり、正確性は確認できないとだけ申し上げると言ってるんですよ。これもうちょっとコンパクトに言うとですね、エース官僚3人は捏造がない認識だが、別の人の認識では記憶にないし、あったとは思わないので、正確なことは一切わかりませんまでがワンパッケージなんですよ。だからこれはね、切り取りと言ってるんですけども。で、この石橋議員の発言は FNN しか報じてないので、おそらく FNN の勘違いか、先走り汁っぽいですね。いわゆる、飛ばし記事だと思われますけども、こういう野党の印象操作ワーホーをそのままテレビで流しちゃうから、だからメディア不信につながるんです。マスゴミって感じですけどもね。それにしつこいようで恐縮ですけども、一番新しい総務省の見解、これ3月17日金曜日の公式見解では、なお作成者及び同席者のいずれもこの時期に放送部局から高市大臣に対して放送法の解釈を変更するという説明を行ったと認識を示す者はいなかったとヒアリング結果を書いているので、じゃあ解釈変更なんてどこにもないじゃんということでございましたね。ですからこういう堂々巡りをしないためにも、これを機会にですね、やっぱりあのエース官僚承認喚もした方がいいと思うよね。この日銀そっちの方が早いでしょと。ただ今のままだと高市氏の勝ちがほぼ確定なんでね、
立憲としては非常にしんどいとは思いますけども、だって、安倍首相との通話、あるいはですね、今井秘書官との通話が、この部分についてはですね、現在に至るまで、総務省の公式見解はですね、通話の内容がどうこう以前に電話そのものが確認できなかったと書いてありますからね。普通内容はうろ覚えだってもですね、その電話を誰が聞いたのか、どうやって聞いたのかくらいは説明できると思いますが、それすらわからんということであれば、じゃあ通話の部分は捏造ですよねと言われても仕方がない。だからですね、もうそろっと保守派の皆さんも国会前に集まってですね、エース完了、承認完満って感じでシュプレヒコールをやらんとダメだと思います。昨日の動画でもお伝えしましたが、小西議員の弱点はですね、彼自身ではなくですね、彼の同僚だったエース官僚、あれが左遷されたり、辞任に追い込まれる方がよっぽど彼にはきついので、なので、エース官僚をなるはやで承認喚問していただき、管理簿にさえ記載されてない極秘文書をリークしたのは西方さん、あなたですかって聞けば、多分撃沈しちゃうんだよね。よかったら皆さんも、エース官僚承認喚問ってね、これを大きな声で訴えていきましょう。さて、お次は共産党が完全かつ最終的に法律違反をやらかちゃったという話題を、共産党からですね、三重県議に立候補予定してるですね、期待の新人、吉田彩香って人の応援模様があまりにもポンコツすぎたんでね、まずはそちらの動画をご覧ください。ドン。はい。ということで、もうこれ一発でアウトでしょう。完全にやらかしております。あのさ、共産党さんね、あんたら著作権って知ってますか？この日本国内においては、アニメのキャラクターを無断で使用することは固く禁じられておりまして、だから共産党は今回の応援に関して、柳瀬スタジオに連絡をしてですね、アンパンマンを政治活動に利用する旨確認取らんとダメなんですけども、それ絶対やってないですよね。まあ、お願いしたところですね、柳瀬側が許可を出すなんてあるわけがないんですけども、っていうか、あんたら憲法9条を守れ言う前にですね、著作憲法を守んなさいって。それからもう一回ね、ちょっと静止画出して、ちょっと指摘していきますけどもね。このアンパンマンの顔、なんでこんなボコボコなんですか？ああ、そうかそうか、そういうことか。共産党は、しばき隊とお友達なんでね、アンパンマンが気に食わないことしちゃったんで、しばき隊にしばかれちゃったんかな。それならば仕方がない。じゃねえよと。真面目に作ってこれをやってるんであればですね、アンパンマンのイメージ低下につながるでしょうし、逆に意図的に顔をボコボコにして作ってんであれば、これはもしかしたら著作権で刺された場合のことを考えですね、いえ、これはアンパンマンではなく別のオリジナルキャラクターなんですって言い逃れをするためにですね、わざと雑に作ったのか。まあ、いずれにせよ、これを見た側がですね、アンパンマンとして認識するかどうかが著作権違反のポイントになってくるので、顔以外のボディの方もですね、赤いシャツとか似せておりますので、言い訳はできませんよ。今すぐ柳瀬スタジオに対して謝罪と賠償を求めます。しかし、なんでこんな当たり前のことを共産党はわからないんでしょうかね。この新人候補の吉田彩香って人は現在25歳でしてね、いくら新人といえどもやっていいこと悪いことの判断ぐらいつくだろうってね、何やってんだよお前はさと。でですね、おそらくアンパンマンと一緒にね、奇妙な踊りをしていた女性は吉田彩香本人ではないと思われますけどもね、ちょっと映像が荒くて顔の判別が難しいんですけども、耳の形だとか髪型が微妙に違うので、踊ってる女性は多分ですね、支援者の方だと思われますが、だからといって支援者だからアンパンマン OK とはなりませんし、ついうっかりともなりませんのでね。おそらくは小さなお子さんを持つね、ママさんたちにアピールするためにやったってことなんでしょうけども、支援者がそういうのを持ち込んできたら、まずは制止しなきゃダメですよね。アニメのキャラはコスプレも含めて一切禁止ですよと。それをやっちゃうと訴えられるし、SNS からも叩かれちゃうんでね、候補者にとってはむしろマイナスにしかなりませんので、ご遠慮くださいと突っ張れないと。こういう法律意識のない人間が憲法9条を守れと言ってもね、ちょっとないってかわかんないって感じがいたしますし、こういう違法コピーみたいな真似を良しとするのは日本のクリエイター家業を衰退化させる原因なので、マジでやめてほしいです。アニメを含めてキャラクタービジネスはブランドビジネスと似通ってましてですね、ものすごい手間をかけて世の中に浸透させるために心血が注がれておりますのでね、そのために莫大な広告費だとかイベント費用も先行投資で入っているわけで、それを勝手にタダ乗りで使われちゃったらですね、クリエイターから見ればただの盗人と変わりませんし、しかも先ほどのようにですね、ちょっとキャラクターがいびつになってね、似てるんだけどもなんか違う、なんか牙みたいな風になっていれば、もうそれはもうブランドイメージの既存と同じなので、損害賠償請求されてもいいくらいの勢いなんでね。だから僕は吉田彩香氏に対してですね、謝罪と賠償を求めます。
X 感じですよということで、さて今日も話がなくなりましたので、これくらいにして最後はほっこり謎かけで締めたいと思います。コスプレとかけましてお問い合わせとときます。その心はうまく返信すると集客できます、お問い合わせメールって返信が実はすごく大事なんですよね。すごく丁寧な文章で返信してあげると、なんとなくこの会社ってきちんとしてそうっていう刷り込みが働いて成約率が上がっちゃうんですよね。もしこの動画を見てるビジネスマンの方ですね、うち問い合わせは多いのに成約率がいまいちなんだよなっていう風に悩んでいたらですね、お客様への返信メール、高級ホテルのコンシューズだと思ってですね、思い切り丁寧に書いてみてください。多分成約率が上がりますね。ということで、本日も面白かったためになったとかですね、チャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ささやんでした。